れ様です。はい、お疲れ様です。ちょっとミスターに相談があるんですよ。はい、嫌です。聞いてもらってもいいですか？聞くだけ。昨年の年末に忘年会したじゃないですか。で、帰り際に急に亀田選手がミスターチャンネルのために何かしたいと、もしよければ、うん、サイン入りのユニフォームを、うんうん、はい、ミスターチャンネルの視聴者にプレゼントしたいと、はい、うん、自ら言ってたね、はい、いや、よく覚えてるね、はい、ああそういうの覚えるね、これ、ああ言ってたわ、多分言ってましたよね、うん、アウェイになりますけど、あ、ユニフォームがね、アウェイ用のね、うん、送りますって、とまでタメちゃんが言ってた、そうです、そうです、言ってたんです。後日連絡したんですよ、タメと選手に、うんうんうん、クラブが本当大丈夫ですか、はい、ユニフォームね、うん、大丈夫ですかって言ったら、全然いいです、うん、大輝さんのために、うん、視聴者のために嬉しいね、嬉しいんですよ、視聴者喜ぶと思う、こんな長くやっててそんなこと言ってくれた人、タメの選手しかいないんですよ、うんうんうん、ね、で全然大丈夫ですと、はい、大阪に帰り次第、うん、すぐに送ります、はい、あ、連絡が来たんだね、あ、はい、本当に申し訳ないです、うん、そこまで住所はこちらです、あ、住所まで送ってね、はい、事務局住所まで送って、はい、電話番号も送りますよ、はい、で来てませんですよねですよねっていう、ですよねっていうか、それいつ、もう結構経ってんの、元旦ですまあまあまあ元旦に、あ、ちょうど2ヶ月か、はい、もう3ヶ月経つか、はい、タイにキャンプに行き、あ、タイに行ってたからね、まあ疲れもあるし、宮崎に行き、まあそれはわかる、してるなと思ってたんですけど、まあ、2月入ればね、大阪に帰って、まあ、調整に入っていくからちょっと時間はあると思うのでね、ただ言いましたよ、急がなくていいですと、うん、もう時間のある時に言ったら、うん、いや、大阪に帰り次第すぐ送りました、まあ気持ちはね、わかるよ、タメの気持ちもわかるけど、あんだけ言ってるんだったらね、やっぱり視聴者の方もね、楽しみにすると思うしさ、でもいい人、すごい優しくて、うん、忘れちゃうのよ、多分普通に忘れてると思うよ、うん、悪気があって意地悪してやってるとかじゃないと思う、普通に忘れてると思う、うん、多分あると思うわ、でここでもう先に、うん、欲しい人を募集します、お、逆にお、もう募集しようかなと思って、そうね、タメ田選手のユニフォーム、うん、サイン入りユニフォームが欲しい人を、うん、後で SNS で告知するんで、はい、要領によって応募してもらって、はい、商品の到着は、うん、タメ田選手が思い出したらそれまで待つのそうですそれでもいい方そこをね、視聴者の方がそれで納得して納得してもらいましょう、うん、応募するんやったらいいんじゃないかな、そうですよ、そこまでしても、そこまで我々は責任持てませんよとミスターチャンネル事務所がね、ああ、ね、だからそれでもタメダが本当にいつ気づくか思い出すかで、うん、もしかしたら送られてくる可能性もあるんで、それが年末になるのか、そう、何年後になるのか、ミスターチャンネルがなくなる前に届くかどうかってことね、そういうことです、気づくと思うけどねだからこれはもうタメダ選手に向けた、はい、あ、だから撮ってんだ、そうですやらしいなまあまあいいんじゃない、でも、うん、タメから言ってたもんね、本当ね、そうなんですよ、うん、嬉しくて、うん、まあ、嬉しくてちょっと待っちゃったんですけど、なんかじゃあメッセージ送ってくれた、ダメ、タメさんに、ダメ、しっかりしろよ大人として、いやでも言ったことはね、もらわないと、もらいただく方なんで、いやでもちゃんと言った言葉に責任を持ちなさい、あなたは、わかりましたか、視聴者待ってますよ、お願いしますよ、はいっていう、はい